先ほどティータちゃんと一緒にいた。ようこそ中央工房へ。どういったご用件でしょうか。あの、私たち遊撃士協会の者なんですけど。こちらの工房長さんに面会をお願いに来ました。まあそうでしたの。ちょっとお待ちください。あ、工房長、ご休憩のところ失礼します。はい、そうですの。遊撃士協会の方々が、うん、かしこまりました。それではお待たせしました。マードック工房長がお会いになられるそうです。お手数ですが2階にある工房長室をお尋ねください。よかった、すぐに会ってくれるんだ。それじゃあ2階に上がろうか。いやあ、待っていたよ。エステル君とヨシア君だね。あ、はい。はじめまして、工房長さん。お忙しいところを失礼します。いやいや、気にしないでくれたまえ。遊撃士協会には、特にカシウスさんにはお世話になっているからね。そのお子さんたちとなれば、歓迎しないわけにはいかないさ。父さんって父さんの知り合いなの？知り合いというか、カシウスさんは大の恩人だよ。この中央工房は大陸で最もオーブメント技術が進んでいる場所といっても過言じゃない。当然その技術をめぐっていろいろとトラブルが絶えなくてね。どうしても対応に困った時はロレント支部に連絡して彼に来ていただいていたんだ。そうだったんだ。道理でいつも出張が多かったわけだね。その恩人のお子さんたちがわざわざ訪ねてきてくれたんだ。喜んで相談に乗らせてもらうよ。ありがとう、工房長さん。少し話は長くなりますが、なるほど、そんなことがあったのか。そのオーブメントを拝見しても構わないかね。うん、もちろんよ。確かに得体の知れない代物だ。明らかに最近作られたものだが、どこにもキャリバーが刻まれていない。キャリバー？オーブメントのフレームに刻まれている形式番号ですか？うん、その通りだ。オーブメントにはほぼ例外なく、いつどこで作られたのかを表す形式番号が刻まれている。これはリベールだけでなく他の大陸諸国でも事情は同じでね。50年前にオーブメントが発明された時からの伝統なのだよ。へえ、そうだったんだ。あ、ほんとだ。確かに番号が刻まれてるわ。はあ、今まで気づかなかったのかい。うっさいわね。でもキャリバーがないのってそんなに不自然なことなんだ。動力技術者にとってナンバリングをすることは常識とも言えることだからね。試作品だとしてもそれは同じ。となると
何か後ろ暗い目的で作られた可能性が高いかもしれない。後ろ暗い目的。まあ、はっきりとしたことは内部を調べないとわからないが。どうしたんですか？参ったな。調整用の蓋が見当たらない。よく見たら継ぎ目もないし、どうやって組み立てたんだろう。このままだと中を調べるのすら難しそうだな。そんな。だったら外側のフレームを切断すればいいんじゃない？まあ確かにそうするのが手っ取り早いかもしれないが、でもカシウスさん宛に届いたものを勝手に傷つけるのはちょっと気が引けるな。そっか。例の博士にだったら任せられると思うんだけど。同封されていたメモの。確かにその博士だったら任せちゃってもいいかもね。ん？実はそのオーブメントと一緒にこんなメモが入ってたんだけど。 R 博士に調査を依頼。その R 博士という方に心当たりはありませんか？心当たりがあるも何も。頭文字が R でカシウスさんの知り合いと言ったらラッセル博士に間違いないだろう。やっぱりそうですか。ラッセル博士っていうかヨシアの知り合いなの？いや、面識はないけどね。オーブメント技術をリベールにもたらした人物として有名なんだ。おお、よく知っているね。オーブメントを発明したのはエプスタイン博士という人だが、ラッセル博士はそのエプスタイン博士の直弟子の一人にあたるんだ。40年前彼が持ち帰ったオーブメント技術のおかげでリベールは技術先進国となった。いわばリベールにおける動力革命の父といえるだろう。そんなすごい人がいるんだ。父さんってばつくづく意外な人脈を持ってるわね。しかしそのオーブメントを博士に任せるのは少し心配だな。どんなことになってしまうやら。え？なんというか良くも悪くも天才肌の人でね。一度研究心に火がつくといろいろなことを起こしてくれるんだ。そうだ、初めて動力飛行船を開発した時も。なんか遠い目してる。いろいろとあったみたいだね。これは失礼。まあ確かに博士ならそのオーブメントの正体を必ずや突き止めてくれるだろう。紹介するから相談してみるといい。ありがとう、工房長さん。どちらに行けば博士にお会いできますか？そうだな、ちょっと待ってくれたまえ。もしもし。ああ、ちょうどよかった。実は君のことを探していてね。すまないが、こちらに来てもらえないかな。待っているよ。ひょっとしてそのラッセル博士を呼んだの？いやいや、とんでもない。実はラッセル博士は町に個人工房を持っていてね、最新式の設備が揃っているから普段はそちらで研究をしてるんだ。へえ、さすが天才博士って感じね。あれ、それじゃあ今呼んだのは？うん、
そのラッセル博士のお孫さんがここで働いているんだ。その子に君たちのことを案内してもらおうと思ってね。その子？失礼します。あー、君は？あれれ、エステルさん、ヨシュアさん。なんだなんだ、ひょっとして顔見知りかね？知り合ったばかりだけどね。それじゃあ彼女が博士のお孫さんなんですね。うん、その通りだ。ティータ君、こちらのエステル君たちが博士に相談があるそうなんだ。家まで案内してもらえるかね。おじいちゃんに。あ、はい、わかりました。よろしく頼んだよ。そうそう、何か分かったら私にも教えてくれると嬉しいな。技術者の端くれとして非常に興味をそそられるからね。うん、分かったわ。それでは失礼します。いやー、ティータちゃんが来るとは思わなかったわ。しかも有名な博士のお孫さんだったなんてね。道理でオーブメントの扱いにも慣れているわけだ。そんなことないですよ。おじいちゃんはともかく、私はただの見習いですから。あ、そういえばおじいちゃんに相談って遊撃士のお仕事と関係が？半々ってところかな。これがまた複雑怪奇な事情でね。詳しい話はおじいさんに会った時にさせてもらうよ。あ、はい、わかりました。私の家は町の南西の方にあるんです。エスカレーターを降りてまっすぐ歩けば南口があって、そこで西に曲がれば到着です。わかったわ。それじゃあ早速行きましょう。どうしたのかな。博士の工房は町の南西の方向だよ。それと何か分かったらぜひ私にも教えてくれたまえ。技術者の端くれとして非常に興味をそそられるからね。
ら、エステル、ヨシュア、ラッセル博士の研究所なら町の南西にあるわよ。またいきなり呼んできたわね、キリカさん。どうして博士の家に行く途中だってわかったの？誰でもわかるわよ、博士のお孫さんと一緒なんだから。あ、そっか。まあ私は報告する手間が省けていいんだけど。博士はお忙しい方だから、くれぐれも失礼のないようにね。じゃあティータ、どうぞ二人をよろしくね。